聴解試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから。 散歩しましょう。日本語能力試験懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。 問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから、 話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番会社で女の人と男の人が話しています男の人は 打ち合わせに何を持っていきますか午後から朝日商事との打ち合わせですよ持っていくもの準備できてますかはい提案書とカタログと見積書でいいでしょうかうん提案書はもちろんカタログも渡しておきましょう見積もりはもう少し話を詰めた上での方がいいんじゃないですかそうですか 今の段階で出せる数字くらいは出しておいた方がいいかと思いましてうーんお金が絡むことは慎重にしましょうはいわかりました男の人は打ち合わせに何を持っていきますか 2番 2> 携帯電話で女の人と男の人が話しています男の人はこれからどうしますかもし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 、鈴木さん今どこ僕もうコンサートホールの前に着いてるよごめん電車が遅れてて今やっと駅に着いたところなのあと15分ぐらいかかるわかったチケット売り場の前あたりで待ってるよ悪いけど 先に入り口の前で並んでてくれる今日のコンサートは自由席だから早く入らないといい席取れないからでも僕はチケット持ってないから入れないよ二枚とも鈴木さんが持ってるじゃない大丈夫ホールが空いて入場し始めるまでにはつけると思うから分かった男の人はこれからどうしますか 3番大学で男の学生と女の学生が話しています男の学生はこの後まず何をしなければなりませんか来月の勉強会どうなった来月はいつもの部屋使えないんだ工事中でで図書館の会議室借りといたよあそうなんだみんなにメール回しといてくれるうんわかったあ その前に、進行役一人決めなきゃ。それ決めないと、案内出せないよね。あ、まだやってない人、三人ぐらいいたよね。うん。新しい会員リスト、作ってあるから。それで確認して、お願いしといて。オッケー。男の学生は、この後、まず、何をしなければなりませんか。 四番。大学で係の人が奨学金について話しています。学生は申請用紙の他に何を出さなければなりませんか。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから奨学金の申請に必要な書類について説明をします。えー、まず今配った申請用紙を見てください。 ここには名前と住所、申請する理由を書きます。申請理由は選考の際に重要なポイントになりますので、きちんと書いてください。学生番号も必ず書いてください。番号は学生証に載っていますから、間違えないようにお願いします。それから推薦書が必要です。推薦書は担当の先生にお願いして書いてもらってください。 通常は成績証明書も必要なのですが皆さんにはすでに高校の時のものを出してもらってますから今回改めて出す必要はありません学生は申請用紙の他に何を出さなければなりませんか 5番会社で男の人と女の人が話しています「男の人は今日これから何をしなければなりませんか?」「部長先日ご一緒した視察の報告書をまとめましたこれなんですが遅い時間までありがとうあ言い忘れてたけどここの数字後から変更が生じたのよ」そうですか。 では確認して新しいものを反映させておきます。悪いわね。あ、この報告書の電子ファイル、私宛に送ってって頼んでたと思うけど、修正も出たから、送るのは全部修正が済んでからにしてくれるはい、わかりました。それからこれ、部長からお預かりしていた視察の時のメモですが。まとめてくれたならもういらないわね。個人情報もあるし、帰る前にシュレッダーにかけて捨てておいてください。承知しました。じゃあ、 数字を修正しておきます。今日はもうこんな時間だし、明日に回して。今晩報告書にじっくり目を通しておくわね。他にも修正が出るかもしれないから、印刷は全部確認した後でお願いします。わかりました。では今日はこれだけやったら失礼します。男の人は今日これから何をしなければなりませんか？ 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では始めます1番 1> ラジオで女のアナウンサーと社長が話しています社長は今どうやってストレスを解消していますか 田中社長、経営者という立場はストレスが多いと伺いますが、どうやってストレスを解消していらっしゃるんですかそうですね。若い頃は仲間と一緒にサッカーをして一杯やって、翌朝にはすっきりストレス解消していました。ああ、サッカーですか。最近は、友人がランニングを始めて体にもいいし汗を流してストレス解消にもなるからって勧められたんですけど、なかなか。で、 毎日1時間ほど歩くことにしてみたんですそうですか家内も一緒に始めたんですよ体を動かしながらいろいろ話をするようになってそれが結構楽しくてね大抵の嫌なことは忘れられるんです今では家族と旅行に行った時も旅行先で楽しんでいます社長は今どうやってストレスを解消していますか 2番 2> 大学で男の学生と先生が話しています先生は履歴書の志望動機についてどのようなアドバイスをしましたか 先生就職活動のための履歴書を書いてみました志望動機の欄を見ていただきたいんですが今お時間ありますかええ大丈夫ですよここですねええやりたいことが最初に書かれていて分かりやすいですねはい自分の性格を時間をかけて丁寧に分析し何度も書き直してみましたよく自己分析できていると思いますよただ ちょっと抽象的ですね大勢の人に理解してもらうためにはなるべく抽象的な表現を使ってまとめた方がいいと思ったんですがうーんこれまでの経験を入れ込んだりして具体的にした方が説得力がありますよはいそうしてみます。ありがとうございました先生は 履歴書の志望動機について、どのようなアドバイスをしましたか。三番。テレビで、女の人が男の人にインタビューをしています。男の人は。 どうして俳優になりましたか本日のゲストは俳優の山田博さんです。 早速ですが、山田さん。お父様も有名な俳優でいらっしゃいますが、俳優になったのは、やはりお父様の影響ですかうん、そうですね。父は忙しくてあまり家にいなかったので、僕にはなんか遠い存在で。最も父は、僕が父に憧れてこの世界に入ったと思っているようです。そうですか。学生の頃、映画が好きな友人がいて、よく連れて行かれたんですよ。 1> 1週間に2 3本ぐらいい見ていました。その頃見た映画の一つに存在感のある俳優が出ていてああ僕もこんな風になりたいって思ったんですそうなんですかちなみにその俳優さんというのは鈴木五郎さんです。ああ鈴木さんは町でたまたま芸能事務所の人に声をかけられてこの世界に入ったそうですねええそうです。あの方は街を歩いていてても、 背も高いし、目立ちますからね。男の人は、どうして俳優になりましたか。四番。ラジオで。 女の人が交通情報を伝えています。どうして明日の高速道路は混雑すると言っていますか明日です。 1>, 1月3日、連休最終日の日曜日、午後7時の高速道路の交通情報をお伝えします。午後5時に発生した事故の処理は先ほど終了しております。強風の影響により、一部で渋滞が発生しておりますが、今夜中には解消されるでしょう。明日は、連休で中断されていました道路工事の再開による混雑が予想されますので、運転にはご注意ください。 どうして明日の高速道路は混雑すると言っていますか5番テレビでアナウンサーと男の人がサッカーの試合について話しています。男の人は チームグリーンが勝った理由は何だと言っていますか解説の山田さん。 今日の試合、ご覧になってどんな感想をお持ちですかそうですね。試合前はチームブルーに技術的に優れた選手が多くて楽な試合だろうと思われてたのですが、意外でした。選手一人一人の体力の差が出ましたね。そうですか。チームグリーンは監督が盛んにベンチから指示を出してましたが、それはいかがでしょうか試合が始まったら選手自身の判断が大事なんです。 監督の声はほとんど聞こえないんですよそうですかこれはどのチームでも言えることです今日は蒸し暑くてチームブルーは途中から足が止まってしまいましたがチームグリーンは最後まで運動量が落ちませんでしたなるほどそれが勝敗を分けたんですねええそういうわけです男の人は チームグリーンが勝った理由は何だと言っていますかここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。 まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。<番> 女の人が話しています今週末予定されているコンサートのお知らせです昨年出した cd の売り上げが100万枚を記録した小林慎吾コンサートの前売り券はすでに売り切れていますが会場のステージプランの変更により座席が増えることになり新たにチケットが追加販売されましたこのチケットを10名の方にプレゼントいたしますご希望の方は 今すぐお電話ください。何についてのお知らせですか？一、C D の予約方法。二、コンサート会場の変更。三、チケットのプレゼント。四。

大体ね。どうしたの？うん？来週僕発表なんだけど、その日に就職の面接が入っちゃってえー、大変だね。それでね。悪いんだけど、できたらいいよ。代わってあげるよ。どっちが先に発表してもいいんだし、本当よかった。ありがとう。うん。じゃあ私たちテーマがちょっと似てるし、お互い発表の内容を確認しない。いいよ。木曜の昼休みはどう？ 昼ごはんをおごるよ男の学生は何のために電話しましたか就職の面接について相談するため発表する日を変わってもらうため 3, 3 発表の内容について相談するため4女の学生を昼ごはんに誘うため3番授業で先生が話していますえー 最近ではインターネットが普及し子供からお年寄りまで広く利用されるようになっています皆さんも勉強に関する調べ物や買い物などによく利用していると思います多くの情報を短時間で得ることができるので大変便利ですしかしそれらがすべて正しい情報というわけではありませんパソコンの操作や検索の仕方に慣れることも必要ですが正しい情報を見分けること つまり選択することが最も重要なことです。この授業ではその具体的な方法について学んでいきましょう。この授業で取り上げる内容はどのようなことですか ?1, 1インターネットで買い物する方法二、パソコンの操作方法 情報を検索する方法4正しい情報を選ぶ方法4<番>テレビでサッカーの選手がインタビューに答えています。 今日はサッカー選手の三浦誠さんにお越しいただいています三浦選手もうすぐ新しいシーズンが始まりますがいかがですか、えー、今回チームのキャプテンに選ばれたんですがそれは決してサッカーが一番うまいからではないと思っています僕よりテクニックがあって僕よりゲームを組み立てるのがうまい選手はたくさんいますからねただ監督に言われたのはお前が徹底して戦う姿勢を示せということでした例えば。 練習でも試合でも誰よりも声を出して誰よりも走るするとそれを見ているチームのみんなはキャプテンが頑張っているんだから自分もって気持ちになりますよねそうやって強いチームを作っていくそれこそが僕に課された使命だと思います男の人は何について話していますか 1> 1 キャプテンとしての自分の役割。2, 2チームでの監督と選手の関係。3サッカーのゲームの組み立て方。4プロに求められるサッカーの技術。 5番、パン屋で男の店員が女の店員に注意しています。さっき電話があったんだけど、今日君が配達したお客さんからの苦情だったよ。3時に納品しますって言ってたのに、30分も遅れて持ってったんだってはい、すみません。焼けるのが予定よりちょっと遅くなっちゃって。最初4時でいいって言われてたのに、3時に配達できるって言っちゃったんでしょはい。 たとえ3時で大丈夫だと思っても、相手が特に急いでなかったら、少し余裕を持って3時半に届けますって言っとくんだよ。はい。早く届けられたらその方がいいと思ってしまって、つい。逆に3時半って言っておいて、3時10分に納品しても早すぎるって苦情を言うお客さんはいないと思うよ。そうですね。次からは気をつけます。 男の店員は何について注意していますか 1, ?1 苦情への対応の仕方 2, 2パンの焼き方3配達先への行き方4納品時間の決め方 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。 では始めます一番あのこちらでの写真撮影はご遠慮いただけますかそうですかすみません 2> 2いえ結構ですじゃあお願いします 2番。2> 佐藤さん、明日の会に佐藤さんも出ることになってた ?1。1> 出席なさった方がいいと思いますが。2。会議に出る予定だということです。3>, 3。そのはずだったんですが、急に出張が入って。 3番今回のミス部長に報告した先に伸ばしたっていいことないよ1では後回しにします 2, 2すぐにいたします申し訳ありません 3, 3先に伸ばした方がいいでしょうか 4番、新しく入ってきた鈴木くん、若い割にしっかりしてるね。1、いろいろ経験してきたそうですよ。2、さすが若いですよね。3>, 3、今度よく注意しておきます。 5番山田様、こちらの新しい資料ですが、ご覧になっていただけないでしょうか。1, 1ご覧になります。2, 2よく存じません。3はい拝見します。 6番。どうしたのニヤニヤしちゃって。1>, 1。ちょっといいことがあってね。2。2> え、そんな声出してたかな ?3。ほら、ここ最近失敗続きだろ 番昨日倉庫の鍵机の上に出しっぱなしで帰ったでしょうあっうっかりしていました 2> 2えっ出してありませんでしたか確かにしまったままでした 1番。先月買っといたコピー用紙ってもう使い切ったんだっけ ?1。え、用紙詰まっちゃったの <S ?2, 2。そんなにたくさん余ってるんだ。3。まだあったと思うけど。 9番。加藤くん、明日の新入社員の歓迎会、私も参加できればよかったんだけど。1>, 1。課長、気になさらないでください。2。2> 課長、お忙しいのに恐縮です。3。課長、会場でお目にかかります。 10番あ12時回ってるよ今日は朝からバタバタしてたよねえもうそんな時間なんだ 2> 2ほんと時間が経つのが遅いねまだ12時になってないんだ 11番ねえ、小川さんって今日なんかいつもの小川さんらしくないよね ?1 何かあったのかな 2, ?2 小川さんっぽいよね ?3, 3そのはずなんだけど こんな大切なこと本人抜きで決めるわけにはいかないんじゃないかなじゃあ本人抜きで決めるんですね 2> 2じゃあ本人も入れて話しましょうじゃあ本人は関係ないですね 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番 1> 大学で女の学生と男の学生が話しています先輩専門書が安く買える本屋さんってありませんか 来週のゼミまでに買いたいんですけど、新学期は教科書代が大変で、少しでも安く買いたいんです。専門書大学の大学ブックで買う人が多いんじゃないあそこなら現金で1割引きだから。店にない本も注文すれば取り寄せてくれるよ。遅いと1週間近くかかる時もあるけど。そうですか。あとはインターネットのリンゴブックとかフジブックとかだね。 リンゴブックは新品しか扱ってないから定価だけど、翌日の夕方には必ず届くよ。富士ブックなら中古品を扱っててすべて定価の半額だよ。運が良ければ自分の欲しいものが手に入るけど、わかんないね。あれば遅くても3日以内には届くよ。へーあと、専門書が充実してるといえば、駅前の何でもブックかな。定価だけど、 ない本はないって言ってるぐらいだから、あそこなら確実に買えるよ。そうですか。確実に買えるところが近くにあるなら安心ですね。よかった。でも、とにかく安く済ませたいから、まずは運を試してみることにします。ありがとうございました。女の学生は最初にどこで本を探しますか 一、1 1> 大学ブック。二、リンゴブック。三、富士ブック。四、何でもブック。 2番 2> 海外でホームステイをする予定の息子が両親とお土産について話していますホームステイの家の家人には何がいいかなそうだなまあありがちだけど日本的ななものでおせんべいとかかなそれはもう買ったんだけど1ヶ月もお世話になるからなんかもっと形に残るものをって思ってじゃあ身につけるものなんかどうかな 和風ののスカーフとか着るのそういうものは好みがあるからねせっかくあげても使ってもらえないとねあうちにあるような木のサラダボウルは温かみがあって素敵じゃないお箸なんかもいいけど使わないかもしれないからねそうだね食事の時に使うものだったら家族の皆さんへのお土産になるねそれなら陶器でできた和風のコーヒーカップとかもいいんじゃないか なななかなかおしゃれなのがあるよ最近はうんそれもいいけど持っていくときに割れないか心配ね確かにね割れちゃうと残念だしじゃあ早速デパートで探してみるよ息子はどんなお土産を探すことにしましたか 1> 1絹のスカーフ S 2, 2 <S 木のサラダボール3箸のセット4陶器のコーヒーカップ 3番、まず話を聞いてくださいそれから二つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます夫婦が ラジオの天気予報を聞いて話していますでは次に気になる連休の天気予報をお伝えしますまず3連休1日目となる金曜日は午前中は晴れますが午後からお天気が崩れそうです特に夕方からは雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります気温も下がりますのでお出かけの場合は傘と上着をお持ちください2日目の土曜日は 朝から晴れて気温も上がり気持ちの良い一日になるでしょうこの暖かさは日曜日も続きますが日曜日は曇りでところによっては小雨が降るでしょうお出かけの際は傘をお持ちになると良いでしょうやだ雨だって三連休の予定どうする一日目はハイキング二日目は買い物に行こうって言ってたけど雨じゃあねぇ ハイキングは一日晴れてる日じゃないとね買い物は雨でも行けるから予定入れ替えればいいんじゃないそうねちゃんと晴れる日にハイキングってことででも雷が鳴る日に買い物もねじゃあ出かけないでうちで映画の DVD でも見ようかじゃあ買い物は最終日ね質問1 二人は金曜日に何をすることにしましたか。質問二。二人は土曜日に何をすることにしましたか。